ごきげんよう、モチベーション。プ講演家の宮崎豊です。今日は2020年11月の、今日は11日、水曜日です。水曜日は庄原三好、三好庄原倫理法人会のモーニングセミナーがある日です。今朝も行ってきました。今日はその中で講話をしに来ていただいたのが村上真奈美さんです。村上真奈美さんはこれは尾道の倫理法人会で、女性委員長をされている方です。そして生口島で、村上農園おみくじ大吉というのをやっておられます。まあ、こういう仕事なんですけど。そして、レジュメが、こういうレジュメを。出されました。まあ、村上真奈美さんの自分が歩んでこられた人生を語られたんですが、これがまあすごくユニークというか面白いというか力強いというか、普通の人では体験できないことをやってこられたので、その話をされるもんですから、まあ、これは迫力があります。中でもですね、結婚をし、また、そして60歳の時に離婚をされ、そしてしばらくしてまたその離婚された旦那さんとまた再婚するというですね、まあ、これはどういうんですかね、まあ、変化の富んだ人生を送られてますね。そのことを、ま、この後それをお送りしたいと思いますので、まあ、見てください。それではこの後、村上真奈美さん、尾道倫理法人会の女性委員長です。どうぞ見てください。講話、尾道市倫理法人会、村上真奈美女性委員長。本当に経費かけてごめんなさい。しかも2人分申し訳なかった。
おまけがついてくるんですよ。あの今日のお話っていうのが、あ、もう帰るってことか。なんでこんな大なんて思えるだろうけど、なんていう大やったかね。知らんわね、そんなこと。倫理指導は、あ、ごめんよ。あの大変なこと、ありがとう。倫理指導は最高。それから取った私の行動は、みたいな。あんたその年で何しようみたいな話なんですけどね。あの、一生懸命生きてるんです。で、一生懸命考えて行動したら離婚だったんですよ。で、離婚したら皆さんここに夫がいるってどういうことみたいなんですけど、まあいろいろ考えて行き着いた先は倫理指導に従って真理に従ってこれから生きるっていう覚悟を決めたっていうことです。まだあの再婚したことが正解かどうかなんて分かりませんけど、今夫は冷や汗をかきながら脱いでおりますけれど、でもあのなんて言いますか、60歳にしてこの倫理っていうものに出会ったんですけれども、あのこの17箇条ですか、万人幸福のしおりっていうものを土台にしたこの倫理法人会のモーニングセミナーっていうところに60歳にして出会ったわけですけれど、私すごいいろんなことをめっちゃ一生懸命する人間なんですよ。で、まあ要するに堅物なんですよ。あの融通の利かない不器用な生き方をするのが私なんですけども、でもその私がやってることって間違ってないっていう自信もずっとあったんですよ。でも間違ってなかったらそれでいいかみたいなところを問われたのがこの万人幸福のしおりに書いてある、相手を許すとか、その一人では生きていけないよとか、まあ、そういう大きな人間になるっていうための教科書っていうふうに受け止めました。で、ふっと感じたのが、ああ私この倫理法人会のこの雰囲気ってめちゃくちゃ心休まるなと思って、私が自然体でいられるなと思って、で、まるでこれってお母さんの子宮の中の羊水になんかぷかぷか浮かんでる感じ、すっごく楽ちんで、私は私のまんまでいいよみたいな、なんか60にして生まれ変わったような気分を味わうことができる場所がこの倫理法人会のモーニングセミナーです。本当になんか心安らかになって、すごく一生懸命生きて、で、覚悟して、もう夫なんかいらない、私は強くなって自分で自分の実家のみかん農家を守っていく、もう出ていけとか思って追い出したんです。追い出したんですけどね、この人出ていかないんですよ。変わった人間。あ、すいません、お気遣いいただきまして会長ありがとう。これ笑えないんですかね、私これ笑ってもらおうって思ってる。あの笑って大丈夫なんです。それぐらいこの方はあの普通の枠に収まる男じゃないんです。世界枠の宇宙枠の男っていうことで、あの笑っちゃってください。あの普通なら多分萩の後ろで多分ここに座ることできないんです。普通の感覚持ってる人いいんか悪いか知らんけど、普通じゃない人と結婚をしたんですね。いや、私の人生まだこれからもう一つ面白いことが起こるなと、離婚して
一回りも二回りも大きくなった自分を感じております。まあ、そういうことについてなんかたっぷりお時間いただいちゃったから、まあそんな風なことでお話を始めるんですけれども、その前にまだお時間がありますんでね、私昨日、まあ、早く来させていただいて、まあ、せっかく三好にいらっしゃるんだなっていうことで、あのここの三好の役場にお勤めのね山源さん、あの山本秀穂さんがアシストしてくださって、三好に来たら親鳥食べる際ってなんか親鳥が名物らしいですね。で、あ、それじゃあせっかくですからあのぜひそこに連れて行ってくださいということで、あの車で連れて行っていただいて、三好のその名物っていう骨付きの親鳥のちょっとシワや硬い味わい深い、どう表現したらいいかわからない、とにかく硬いお肉をガチガチって食べさせていただいたりして、でその後あのさすが役場のあの仕事を全うされる方はただじゃ帰さないです、三好の町を巡って帰りましょうということで、さすがいい仕事されるなと思いながら、こちらが三好の眠られない役場です、うちの職場ですとかで、もうなんかすごい素敵な建物に電気が全部ついてるんですよ。何しとってんですかね、みんななんかまだ仕事しとるんです、みんな念取り出んのじゃないとか言って、いやみんな一生懸命仕事してますとかいうのを案内していただきながら、じゃあ今から寂しい街並みをご案内しますとか言って、何が寂しいんですかって言ったら、人がいないでしょって言う、夜じゃけんおらんでもいいんじゃないですかって私は言ったんですけど、観光地としてね素敵な街並みを整備されてて、で家々の門塔ですかねが各妖怪がこう、まあね、展示されてるっていう通りを案内していただきました。さすが三好妖怪の街なんですねとか言いながら、ほらね人がいないでしょって、まあ、うちとこもいませんよとか、まあ、お互いになんか褒めるか褒めるか分からないのが微妙なね、お互い田舎話とかしながら、あ、そうなんですかって言って、で最後ライトアップしているもみじのスポットに連れて行ってくださいまして、ここが今これからもみじのねお花見が見れるとこなんですよ言って、でそこにこうライトアップされてて、大きなもみじの木がボワーッとか、これこそ妖怪じゃんとか言って、まあそうなんかさすが三好のもののけはこういう雰囲気なんじゃとか思いながら、まあそういうおもてなしを受けまして、ありがたいなと思ってね、こういう講話をさせていただくこともありがたいし、で知らない土地をこうして案内していただけることもありがたいし、倫理法人会ってやっぱりいいとこやな、いい人がいっぱいおってんやねと思って嬉しいなと思いながら、ベッドに入らせていただきました。で、まあ、今日お話しすることも、まあ、いろんな当然せっかく朝早くからいらしている方に、ああ無駄じゃったわいっていう風なんじゃ申し訳ないから、何かこう一つでもああよかったって思ってもらえるようなお話ができたらな、さあどんなお話したらいいかなと思ったんですけどね、私の中にあるものしか話せないんですよ。結局は作り話とかは当然できないし、じゃあ私がどうやって生きてきて、でどんな経緯で、まあ、離婚を決意して、でなぜ再婚しちゃったんみたいなところを、まあ、お話ししながら、最終的にはやっぱり結婚した方がいいじゃろうというところを落ち着いて、独身の方にはぜひとも結婚という、せっかく生まれてきて結婚したいなと思う気持ちがあるんならね、ぜひ結婚をしていただいて、あれこれあれこれ悩んでもらって、で人間力を高めてもらって、最終的には自分自身を認めて、相手も認めて、お互いいい人生だったねみたいな
経験してもらいたいなっていうふうに今は思っています。まあこうやってグダ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 申し訳ございませんね。で、まあまずはじゃあどうして普通のおばちゃんがなんで離婚するんっていうとこなんですけれども、先ほども申しましたけれども、私すっごいやっぱりごく真っ当な人間で正しい人間と思い込んでる節がありまして、まあそういうちょっと馬鹿正直と言いますか、融通が効かないと言いますか、大人になりゃちったなんか許したり目をつぶったり見て見ぬふりしたりするんが大人じゃろうと大概の人は思うらしいんですけどね、私それができない人間なんですよ。白黒はっきりせんかいみたいな、どうもここが私のなんか直さなきゃいけないとこなんだと思うんですけども、まあ、これが私っていう人間だっていうふうに思いましてね。で、まあ、結局私は考えてみたんですよ、離婚してから。で、離婚したのになんか知らんけど私のとこから離れないよこの人と。だから離婚してから変な生活しましてね、結局私の実家が農家なんですね。で、私の実家をリフォームして民泊を始めたんですよ。結局母体がうちなんですよ、村上っていう家なんですね。で、まあ定年、自衛隊で、主人は自衛隊だったんで、定年したら、まあ、うちに来て一緒に死ぬまで働こうねって約束してたんですよ、ずっと約束してたのにね、この人約束破ったんですよ。もうなんかこううまいこと言い逃れながら自分に都合ええようなこう説明しながら約束破ったんですよ。もうそこでカチンと来てるんです。いや、自衛隊54で定年したら帰って一緒に農業して民泊するって言ってたよね、あなた間違いございませんかですね。あの本人も認めてますけどね。それでね、ここね、みんなにね、賛同してもらおうと思ってて、私って間違ってないよねと思ってね、堂々とこの人を吊るし上げるために講話を受けたんですよ。もうそこで座りにさ、あんた今までのね、いろんな私迷惑かけたけど吊るし上げちゃうけんみたいな感じでね、この前福山来たで、した時も、まあそこで座りにさ、痛い目に遭わせるわけねとかいう感じでね、怖いでしょ、私怖いらしいんですよ気がつかなかったんですけど私怖いんだそうですよ。でね、福山来たでそこで吊るし上げてね、これ見てごらんなさい、そこに書いてる履歴書見てごらんなさい、もうこの人私に迷惑ばっかりかける人なんですよとか言って、そういう気持ちで話をしたらね、お話が終わった後に皆さんのこう意見を伺う時間があるじゃないですか。そしたら思いもよらない展開になりましてね、なんか主人が素晴らしい人ですねって褒められるんですよ。は？今のお話聞いてくださってました？なんでこの話をした後に主人が素晴らしいんでしょう？理解できないんですよ。そこらが私のたまっとこなんかなと。いや、皆さんがそうやって主人のことを称えるってことは、やっぱり私何かこう改善する部分がねあるかもしれん、これが倫理なんかなと思って。私素直でね、謙虚な人間なんです。実は怖いとこもあるけど、だからね、福山北の人たちがそうやって口々に、あんたがすごいんじゃないよ、こっちのご主人が素晴らしいよって言われると、いや、そうなんですか、この人そんなに素晴らしい人なんですか。まあね、本当に何て言いますか、万象和菓子ですよね。私の勝手な思い込みなのかもしれない。納得はしてません。納得はしてないんだけど、
倫理の万象和菓子っていうところは信じてるんですよ。それ真理、真実だと思うので、そうか、皆さんがおっしゃるならこの人はきっと素晴らしい人なんだあとそれからそこから私がそういうふうに思えるような人間になればいいわけですから、まず格好から見せる、この人は素晴らしいって決めちゃって、その理由を上げていけばいいわけですね。マルコ様で理由が上がってきたんですよ。これが先ほども会長がちょっと紹介してくださいましたけどね、子女名誉っていうのがありますでしょう。私ね、いや感謝してるんです。実は何に感謝かって言ったら、今この状態に感謝してるんです。孫がいて愛する息子に素晴らしい嫁が来て、今最高に幸せを感じてるんです。約1名を除いて最高に幸せ感じてるんですよ。で、その最高に幸せを感じさせてくださっている方は誰？この方なんですよね。この方なくして今の幸せはない。やっぱ素晴らしい方なんだなってまず一つ思いました。これ私成長したぞと、やっぱり自分を褒める性格、いい都合のいい性格してるんですよね。そんな風に自分をね認めつつ、自分を否定するっていうことができない人間なんで、それだけ親に愛されて、その自己肯定感を高めて育てていただいた人間なんで、本当に恵まれた人間は、その恵まれた人間としてきっと世の中の何かのお役に立つようにって言って生まれてきたんだと思うんですよ。だから私が思う苦労っていうのはこの人だけなんですよ、私にとって。多分この苦労は私の勘違いなんですよ。こんなに素晴らしい人はいないって皆さんがおっしゃるんだから、最高に幸せ者なんですよだと思いますそんなんでこんなちょっと変わってる2人が結婚して、本当に一人は世界でね活躍する息子となり、で片やもう一人弟の方はもうお兄ちゃんとは全く違って、子供って多分皆さん面白いなと思うでしょうけど、全然性格が違いますよね、兄弟でね。もうお兄ちゃん外へ外へって向かっていく人間なんですよ。で弟はうちを大事にする子なんですよ。めちゃくちゃ2人足してバランスがいいんですよ。私もさすがにね、子供が2人いても家をね、なんか顧みず自分のことばっかりしよったらなんか寂しいなってきっと思うと思うんだけど、長男がね弟に世界に行く時言ったんですよ。弟にごめんなって、長男って本当はね僕が家を継ぐ立場なんだろうけど、僕はちょっと世界を目指したいから、俊平すまんけど家のことをねお願いできるかって言って世界に行ったんです。そしたらね弟はね、分かっとるよ、兄ちゃんは家にはおらんわな、分かっとったねって言って、で僕が面倒を見るからね、構わんよって言って、もうすんなりとこう兄弟で話し合いがつきましてね、本当にそういうスムーズな話し合いのおかげで、お兄ちゃんはお兄ちゃんで弟のそういう存在に感謝しつつ、弟が家をしっかり守ってくれるから僕は世界で頑張れてるよって常に弟にそういうメッセージを送るし、で弟は
お兄ちゃんがそういう性格の人間だって分かってるからやることをやりなさい。でやってるその実績って言いますか、本気でやってる、ただ趣味でバーってこうアメリカに行ったんじゃない、なんかこう世の中のお役に立とうと一生懸命やってる姿を認めていいよ頑張りなさいっていうのを、まあシャイな弟だからね口にはしないんですけど、お兄ちゃんが頑張ってる姿をこの私らのそばでね見守ってるっていうのは感じてます。でそういうなんでこんな変な2人からこんな出来のいい子供ができたんやろうと思って、もう感謝感謝なんですね、うん、でまあ離婚っていうのはまあ話が前後しますけど、結局離婚したのはもういたたまれなかったんですね。なんせこう立派な大きな畑と立派なお家がドンと2年前に父親が他界したと同時にドンって私の肩乗っかってきちゃったんですよ。で乗っかってきちゃって、あもう私すっごいこれプレッシャー、こんな重責背負えないわ、不安じゃわと思ったら、この人がスマホばっかりしてろくに働きませんとぼーっとしてるんですよ。どうなん、百姓は現場行って仕事せんには百姓続けられんのんや、働きにさえみたいな、なんだかもうどうなん、ちゃんとしてや、今からここの家守っていくって約束したろ、一回約束破ったろって、6年遅れでようやく父が他界してようやく観念して帰ってきたんですよ。まあ、しゃあないわ、あんたまだ大丈夫じゃろぐらいに言うんですよ。いやいや私そこまで強くないけん帰ってきて一緒にやってやって言うのに、いやあんた大丈夫、あんたは強いけん大丈夫、強ないけん帰って一緒にやってや、もうしんどいけんみたいな、もう私本当に本当に頼りになる父親のもとで農業を見習いをしていたんで、本当に人に頼りながら生きていく人間なんですね、基本ね。多分強いかもしれんけど、基本しっかりした人がいて安心して自分を出すっていうような、まあ多分自分はそういう人間だと思っているんですけど、頼る柱がポキッとあちらに行った時に、うわあ私頼りたい、頼る人この人よね、一応、夫で家長なら頼るの多分この人よねって思いながら、頼りにならんのこの人、百姓じゃあかんわ、この人ほんまやってくれるんやろうか、どうなん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 ってじっと見よっても、バーッてスマホばっかりしてるんですよ。もういけん、いやもういけん、この人頼るじゃん、もういけん、私この人と一緒におったらもう頼りたいのに頼れないっていうこのジレンマで、ここから先ずーっとまだ生きていくかと思ったら、もう耐えられん、もう勘弁してもらおう、もういい、もう分かった分かった、もう私は強い人間です、そうです、私は強く生きれる人間です、分かりました、分かりましょう、離婚しちゃうんですよね。変わった人間ですね。覚悟を決めたんです。私が課長として頑張る覚悟を決めたんです。で、覚悟を決めたから、約束通り私が離婚してくださいって言ったら離婚届にサインしますっていう約束のもと、一晩考えて、そこの約束は守らねえと思ったらしいんですよね。で、書いて、離婚届書いてくれて、で、証人は子供2人です。長男と次男2人。母さん、よう今まで辛抱したね。もういいよ。母さん、楽に自分の幸せな人生生きなさい。息子2人が証人してくれたんです。そうよね。私頑張ったよね、今まで。ありがとう。ほな、
母さんしっかり家守るね。で、役場に提出しました。この人いるんですよ。ここに。いやいやいや、離婚届出しましたけど、離婚したらいなくなるっていうのをご存知ですか？みたいな。わからんらしいんですね。あれ、日本の常識らしいです。宇宙の感覚の方にはわからんかったらしい。離婚届は書く約束したよ。離婚届書いたんだけど、もういかんよ。僕どこも行くとこないよ。はぁ、はぁ、そこまでアンポンチンなんだか、みたいな。ようわからん。で、周り家族が、なんで父さん一緒におる？ようわからん。もうこっちで家族から、わからんね。離婚届出したんだよ。出したんだけどね。出ていかんのよ。どうして？わからないで探ってた。まあ、そんなこんながありました。私、まあ、ちょっとだけ優しい、ちょくっとやって、この可愛い息子たちの父親がね、なんかもしここから蹴り出して蹴飛ばして絶対2年前に旅かけて、そこらでなんか、とかになったら、いやそりゃ、あの子らの親がそんななっちゃいけんみたいな、あの子供の親がそうなっちゃいけんみたいなところがここにプシュンとこうあったの。じゃけまあ、どうにかあなたはね、自由にのびのびするのが好きなんだから、自分のやりたいところはどうぞやりたいことをやっていいんですよ。もう私から解き放ってあげますから、どうぞどこでも行ってくださいって、やりたいことをやってください、あなたは日本の枠で収まる人じゃない、世界で飛び出しなさいみたいなことでね、エールを送るのに僕はここにいますって言うんですよ。そんなに私、魅力的ですか？離れないって言うんです。僕はどこも行かないって言うんです。わからん。もう私にはわからん。何考えたかわからん。ということで、倫理指導を松森スーパーバイザーに受けました。そしてね、まあ、もちろん別れても一緒に住んでますでしょ。で、松森スーパーバイザーがうちに来てくださって、そしたら、華やかな姿で、ね。